方法がないわけではないが、今はあまり考えたくないの。え、何？何方法？知ってるんなら教えろよ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ブロックライト、あ、下ブロックライトか。これ4つ4つってこと？どこの部分？あ、なんか手前の部分か。なるほど。ってことは、え、どこ？ここ？ブロックライト、1、2、3、4。どこの部分だこれ？ここの上？あ、揃ったのか。ここか。なるほど、わかった。とりあえずここに一応みんながせっせとね、モンスターと戦っているのはわかるのだけれど私はちょっと、よいしょ。あ、置く場所を間違えた。はい、これでここの部分は何を置くんだ。あ、ここの部分別に置くものないんか。あ、パイプ？パイプか、なるほどね。パイプカーブ、パイプカーブを、あ、なんだ、どこに置いてんだそれちょっとびっくりした。え、これで、あ、そっか、こういうことね。なるほどなるほど。上向けておいて、ってことは多分ここも同じようにってことやね。はい、パイプカーブ、そしてここにエアベント。エアベントどっち向きとかあるんかな。とりあえず、あ、なるほど、普通に置いたらいいか。何、どこなら置けるの。これでいいんか。あ、オッケーオッケー、違う違うは、よし、これでこっち側もってことやね。どう？そろそろ完成しそう？お、違う。ちょっと待って。ちょっと待って。はい。違う。なんか置いたね。上に置いたね。くっ。はっ。オッケーイ。よっ。でもってちょっと。はい。あとひ、おお、びっくりした。白弁の設計図が完成した。すごい、なんか、なにこれ。やばくない？秘密基地みたいでかっこいいんやけど。え、超かっこいいんやけど。いいね、いいね。ちょっと待って、パイプ。パイプこっちも必要ないよね。パイプカーブ他にもいるとこある。必ずそっちね。1、2。どういう感じで？どの辺？この辺？え、ちょっと見えないから。はあ、いろいろと破壊してしまった。手袋の方がいいね、作業中。はい、箱舟完成したの。じゃあの、あれ、箱舟完成して話す人はいないのか。あれ、いないの。なるほど、いないのねいないのね、なるほど。じゃあこのパイプカーブを、あ、このここの部分、あれ違くない。え、待って、どこ。え、これどっち向き。これ後ろか。あ、なるほど、後ろか。じゃあ後ろから見て、ライトのすぐ後ろぐらい。あ、ここね。びっくりしたー、全然違うやんって思ってしまった。はい、これで、あ、揺れてる揺れてる。パイプ、パイプとパイプ T 字がいるんや。パイプ、パイプ入れたやつありすぎなんやない。ちょっと取り出させて。パイプとパイプ T 字、はい、パイプ、パイプ T 字、はい、オッケー。なんかどん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 素材も作ってくれるのめっちゃいいね超いいね。多分ここつなげるんじゃないかなーっていう勝手な予想。はい、全然違うやんびっくりするぐらい違うやん。どこ？パイプはどこですか？
これは後ろ、後ろ、後ろか。私は今どこにいるの？こっちが後ろか？こう、多分そうだね。あれ？おー、ちょっと待って。これは、あ、これでいいのか。え？で？ここは違うの。え？どういうことなの？よいしょ。ここは？うん、もう違う。この横の部分か。あ、で、こっちもってことか。で、なんかあと1箇所あったことないパイプ。1箇所や2箇所か。あ、上の部分ここに置いて、で、こっちも。で、ここに T 字？あ、なるほど、こういうことね。ほうほうほう。はい、T 字 T 字。んで、あと必要なのが、なんかブロックも2つ。あ、そういうことか。光放つ大眼がこのライトの上にいる。はい、これね。でもあと3つは余るんやね。よいしょ。ちょっと待って。1。はい、オッケー、できた。なんか生えてきたよ、みんな。それでそれで？今回はこれからどうするの？どうするの？てか、これ、この状態で走るの？この車。なんか走れんなる場所多くなりそうじゃない？ね。横幅とか考えんといかんなりそう。なに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 、どういう感じ？また全然形変わるんやないん、これ。え、私が組み立てる必要ありました？みたいな状態になりそう。この動き好き。なに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 、翼になったりとかしそうじゃない？何、どうなの？なんか目玉が吸い込まれたよ。これ中の単体で動くようになったってこと？車のライトがつくようになった。あ、え、ね、これってさ、あのなんかシルバーデビルがおったさ、闇に飲み込まれる場所っていうのは照らせんのかな。うひゃー、すげえじゃねえかよな。車を改造できたんだな。その目からライトが出るわけだ。そうよ。ほほう、オート制御か。暗闇に入ったら自動でライトがつくのじゃな。これは凄まじい。さすが自動愛な。これで光なく暗闇も減っちゃらじゃ。世界の狭間にも行けそうじゃの。うんうん。カッカッカ、やったな愛な。これで車の目が光るようになった。これで世界の狭間って場所には行けそうだけど、ハーゴン城にはまだ行けないね。飛べんといかんけんね。ハーゴン城は宙に浮かび、その周りには黒い魔物が出す強力な結界があるか。車を飛べるようにして、黒いものを倒して、結果を破るための魔法を打ち出す兵器でもつけなきゃ無理だぜ。いろいろと注文が。アイヌならできそうだけど、改造するにも素材がなきゃね。方法がないわけではないが、今はあまり考えたくないの。え、なに？なに方法？知ってるんなら教えろよ。くっはっは、アイヌよ。画面に収まってください。車にライトをつけ、暗黒空間の中も走れるようにしたのだな。これで世界の狭間へと行き、箱舟の掃除を迎える変人を連れてこれるであろう。変人。では頼んだぞ、アイナ。メタスと共に改造した車に乗り、船長探しに行ってきてくれ。ライトで暗闇を照らそう。車の前方をライトで照らし明るくできるようになった。真っ暗なマップでも進むことができるぞ。ふんふん。ってことで目的地に向かいますかね。目的地は一体、とりあえず行くよメタッツ。あれなんやね、どこまでもどこまでも私の相棒はメタッツだけなのね。なんかあこ必ず何かしら壊れとんやけど、何指導の腕が壊しよんかな。ね、なんか絶対あこに何かしらアイテムが落ちてあるんやね。毎回拾いよるはずやのに。え、何どこ、これ、あ、ここ、あっちになんかおるっぽいわ。なんか落ちた。え、どこ、これ、びっくりした。私戻されたんかと思った。これ、船長拠点に戻されたと思ったよ。びっくり、やめて、ほんと。ん、貴様人間か？どこかで見た顔だが。
何、見たことある？私のこと。貴様はまさかあの時のビルだ。無事だったのか。けっ、忘れたとは言わせんぞ。俺だ、貴様をさらった船の船長だ。それで貴様なぜこんなところに。さらった？どこからさらわれた？どの時の？腕が。ああ、そういうことね。目立つに腕とかあったっけって思った。おのれ、積もる話は後だ。まずはあの腕を追い払おう。あれか、一番最初のオープニングあたりの時のってこと？だが俺の船を壊されたくない。こっちに来て準備ができたら声をかけろ。準備とは何でしょうか？何？ああ、そういうことね。よし、ここなら俺の船は壊されずに済む。あの腕を追い払うんだ。その前に貴様には大好物のこれをやろう。俺からの再会の印だ。昆布ありがとう。さあやるぞ。これが人生最後の食事にならんようにな。ちょ、待って、いきますかね。やめてよ。何これ、どうしたらいいの？倒すの？これ倒せるの？車は必要なんかな。これどうしたらいい？もしかして弾き飛ばせるとかそういう。ていていてて。ごめん、君味方だよね。でも味方なら切れないはずね。そこだ、ビル。あ、そういうこと？今のうち？あ、そういうやつね。ああ、なるほど。てか腕攻撃できるんや。ってことはやっぱりこれは打ち返すことはできないやつか。じゃあこれは避けていくしかないってことかな。君、避けろよ。避けろよ。うんうん。次多分ビリビリが来る。はい、来たーい。あれ？こっちまで来んかった。いけ。きゅー。さっきのあの炎は何？メタッツが吐き寄る炎ってこと？吐くの炎。すごくない？こっちの攻撃も当たらねえ。ほら、お、当たったんやな、今の。いけるー。ほら、あれ。あれこれ手前すぎてさ、こっちの攻撃、あっちの攻撃が当たらんねやって。いけるいける、今回で。よっしゃい、やったー、腕撃破やったね。間抜けな音楽だな。けっ、やったな。どうにかあの腕を追い払えたぞ。と、そんなことよりだ。ビルだ。貴様よく生きていたな。そして随分成長したな。うん。なんだ、父親か。何？積もる話はさらに後にして、とにかく箱舟の船長になってくれたと？魔物を助ける箱舟か。こんなところでも誰かのためにものづくりとは、貴様相変わらずお人よしだな。やっぱり最初のやつやね。空っぽ島に流れ着く前の、あの船のってことやろ？誰やろう、貴様の頼みだ。船長の件、引き受けてやらんでもない。だが、貴様に改めて質問がある。あの日、船の上で貴様にした質問だ。ビルダーよ、ものづくりとはそんなに楽しいことなのか？楽しいですよ。けっ、そうだよな。楽しいに決まってる。俺も貴様の仲間になるぞ。さあ、そうと決まったら、俺も箱舟ってやつに連れて行ってくれ。あれれ、どうしたの、アイナ？あっちに何かあるの？なに？あー、なんか懐かしいね。ん？貴様が見ているのは我らが教団の壁掛けだが。てか、船壊されるも何ももう壊れとるやん、ほぼ。なに、教団の壁掛け持っていく？あー！どここれ？ちょっと怖いんですけど。落ちるー。なるほど、こっちに移れば大丈夫。危ねえ。なるほど、穴が開いているということをちゃんと考えて進まねばだね。それで教団の壁掛けなんか見つめてどうしたんだ？ん？あの壁掛けが欲しいだと？けっ、貴様相変わらず変わったやつだな。欲しいならくれてやろう。あそこにある教団の壁掛けを取ってくるがいい。イエーイ、やったねー。よっ、違うわ。違うわ、普通に。ちょっと待って。ほ。よいしょー。ファサ。おお、教団の壁掛けを手に入れたんだな。
しかしピリダーヌ様がそんなものを欲しがるなんてどういうつもりなんだ。まあいい、さっさと行くぞビルだ。あの車とやらだ、貴様の墓場に行こう。もう他に生き残りはいないの？ずっと自分の船を守りよったんかな。うわー切ない。ここやろ。ああ懐かしの牢屋めっちゃ嫌な感じやけど、もうすげえ懐かしいやん。なんかウィーイ、ない、怖い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 、めっちゃ怖いんですけど。あふう危ない。なるほどね、あの人だけ身一つで落ちた場合はその場で復活するってことか。で車で落ちたら拠点に連れ戻されるとってことだ。拠点に戻ろう。イエーイ。なんでなんどういうことよ、戻れんやないか。車はくっ、じゃあここから落ちてもダメなんやね。くっ、普通に帰らんといかんのか、めんどくせえ。さあ帰りますかね。さあこっちだこっちだ、こっちの方向で合っているかしら。あ危ない、貴様の船を見るのが楽しみだ。いいよ、はい到着。なんだこれは、ビルだ。まさか貴様が作ったのか。全然違うところに止めてしまった車がガレージに戻った。まあ自動的に戻ってくれるけんいいよね。ってことで早く、あっそっちなの、そっちなのね。はいはい、どうも。毎回毎回仲間が増えた時のわしはキラー爺さんじゃっていう自己紹介が目にこのとんでもないものが貴様が作っている箱舟とはすごいじゃないかビルダー。しかしまさかここがハーゴン様によって生み出された幻の世界だったとはな。あ、そういう話もしながら帰ってきた。俺は船が沈んだ後目が覚めたらあの場所に流れ着いていた。そして今までずーっとあそこで船を直そうとしていたんだ。貴様のものづくりを見習ってな。おーなるほど。だがダメだった。ここの連中ともどうにも馴染めず、人でもないのに変人扱いだ。今までのことはよく知らんが、貴様も苦労してきたんだろう。お互いよく頑張ったな。ビルダーよ、箱舟船長を任せてくれたこと、感謝する。これからは同志として出航の準備をしよう。なんと船長が仲間に加わった。いいね、なんか。昔は憎み合っていたけれど、みたいな。昨日の敵は今日の友というやつだ。懐かしの船長との再会。んで？君か。ん？私今話しかけたよね。びっくりした。ぐっはっは、あゆな。箱舟の船長を連れてきてくれたのだな。なんなんその時間さ。しかし、お主たちやけに親しげだが、ひょっとして知り合いなのか？変人、変人って言ったよね、そういえば。そんな噂が広まっとったよね。なるほど。ぐっはっは、あゆなよ。つくづくお前は面白い。今までの活躍もうなずける。それにお前には桃の仲良くなる才能のようなものがあるのかもしれん。さあ、あとは白弁の完成を待つばかりだ。お前は桃の建築を見ていてくれ。了解。てかもう完成してなかったっけ？あ、また次の何かしら依頼があるってことかな。ほいということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、箱舟は一応建築完成しとるけん、まあ、次の依頼はまたこなしていけばいいんかな。